大学生でも制服ディズニーした人めっちゃいるけど、それは可愛いからでしょ。制服ジョジョ園はやばい。あ、そういうことね。なるほどね。オッケーオッケー。なるほどね、見れるようになるんだね。透けてるここだけね。みなこさん乗ってみたい車ってあります？だってランボルギーニ。奈良の中3のひ、これなんて読むんだろう。ひなん、漢字一緒だね、一文字目だけ。運転免許取れるかな。運転免許、車詳しいの全然詳しくないですね。マジでランボルギーニしか本当は知らないけど、出かけるときはその間に変わるの。うん、今日は羽織ってないよ。暑かったらしい。暑いって聞いてたからこれで出たけど、別にめちゃくちゃ暑いとは感じなかった。今日がちゃんも撮ったし平気平気。そうだよね、私でも撮れるよ。荒野行動の知識、あ、そうです。レクサスしか、レクサスね、わかんない、マジでわかんない、どんな車かもわかんない。だからさ、男の方、男性の方ってすごいなって思う。だって車のさ種類なんとかって言ったら、ああ、ああいうのってわかるでしょ。正直わかるでしょ。私がランボルギーニってなんとかだよねって言ったら、めっちゃわかるとかっていう感じでしょ。私ランボルギーニって、ランボルギーニじゃないの、ポルシェってなんとかだよねって言うと共感できないもん。あ、そうなんだみたいな。で、私車運転できるかめっちゃ不安だし、あと何、事故にあったら本当に嫌だし、本当はしたくないです。女性がメイクブランド覚えるのと一緒や、化粧品売りは絶対少ない。あ、なんかそう考えたらなんか、ああおーってなってきた、おーってなってきた。あ、なるほどね。じゃああれか、なんかさ、そのブランドにもなんかいろんな種類あるじゃん。ランボルギーニにもいろんな種類あるでしょ。ショート、虹ありがとうございます。うん、男性の運転する仕草にキュンとしますか。うん、これね、いやこれなんでもないです。そうだから私はなるべく運転するなら誰も乗せたくないですね。そうね、島根はみんな運転してるね。何か言おうとした、いや、そのなんか男性、いや私あれがいい、自動で運転してくれるやつ。こうやってなんかもう、あ疲れたって居眠りしてもなんか自動で運転してくれるやつ。自動でなんか行きたいところまで行って、なんか駐車場とか止めてくれる車。今日 USJ ってリサさん、結構ガチ？え？嘘？本当？ガチ？結構ガチ？友達とかも撮ろうとしてるね。うん。だから私多分向いてない気がするんだけど、運転わかんない。それ運転してない。あ、そう。
運転したくない。なんかもう本当に自動で動いてくれるやつがいいなって。なんか家から目的地はどこですかって聞かれたら、何々の何々までみたいな言って行ったらもうそこに行ってくれるみたいな。ガチです、鬼滅のとこなんか見る。いいな、羨ましいよ、うちの写真撮りたいよ。それはレベル5の自動運転、運転手雇った方が良くない、だってすまあそうね、いやそりゃそうよ。もはやタクシーでええやん。車でかける音楽はどうなの。え、口車はまず持ってないからな。うん、ハーバードまで行って、はい、わかりましたいいね、欲しい。もうなん、もうどんだけお金かかってもいいから欲しい。いや、なんか男性がなんか運転するのになんかすごいなんかキューンみたいな女性の方っていらっしゃると思うんですよ。かっこいいみたいな。それってさ、どういうなんかどういう何がどこがかっこいいの？違う、そういうのじゃなくて、否定とかじゃなくてね、普通に教えてほしい。どこにキュンキュンしてるのか。レナッチさんとコラボ配信みたいだってね。レナッチさんとしてみたい。都会だとレアなんじゃないか。うん、男性のバッグはかっこいい。うん、バッグ運転がうまいとか。ああ、なるほどね。運転したら人が変わる？それ良くないやん。時間が経ては魅力に感じる。経験したことがないからバックしてる姿に惚れる。あ、なんかこんなやつ、なんか、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待ってみたいなやつ、あ、ちょっと待って、今下がるからってやつ。ちょっと待って、こうやってやるやつでしょ。ここもこうやってなんかよくドラマで見るやつ。いや、私もそんなのより安全運転してくれる人がいい。めっちゃわかる、もう嫌ないもん。なんかやばいな、こうやってやるもんなのかもしれない。運転の練習とかしたことないかわかんないんですけど、本当に運転、安全運転だったら本当に私はもう生きてる心地がする。ネムハも聞きながら運転したらスピードですダメやん。それすると性格変わる人より嘘でしょ。やだ、どういう風に、悪い風にってこと。免許取ってから事故ったことない。え、それめっちゃすごくない？文句とかも言わない人がいない。わかるわ。いや、そのさ、男性にはその多分二十何歳とかになったらそういう多分経験してる人多いと思うんですよ、私のイメージね。私さ、そういう経験ないからなんか不思議なのか、謎、なんていうの、質問、何、謎なのかもしれないけど、なんかいるよね、かっこいいみたいな人。ゴールド免許ってすごいね。
ゴールド免許の上はあるの？スパイラルスペシャル免許みたいなありそう。でも今はドラレコ、ドライブレコーダーね、それあった方がいいよね多分。ないんだ。スパイラルスペシャル免許。ゴールドの上はダイヤモンドだって。嘘なんかい。嘘、なんかちょっとガチっぽいやん。プラチナ？変なドライバーたくさんいるから気をつけて。変なドライバーって何？怖い？なんかさ、煽り、なんていうのさ。よくさニュースとかでなんか煽りっていうのちょっとわかんないんだけど、こうやって車で走ってたらなんか後ろ車線を変えてもなんかこうやってついてくる煽りっていうの、これなんかよくわかんないやつをなんかね TikTok で見たんですよ。めっちゃ怖かった。あれされたらどうしたらいいかわかんなくない？なんか身分証明するときどうしてる？身分証明？学生証とか？え、煽り運転されたら私どうしたらいいか分かんなくなっちゃうかも。そのさ、こうやって言ってもこうやって言ってもこうやって来る車いたら、しかも高速で起きてるじゃん。だいたいそういうのってどうしたらいいか分かんなくない？私だったらどうしたらいいか分かんなくて、なんかトラウマになりそう。え、急ブレーキ踏んだら事故らないの？ほっとくしかないよ。だってそうなんだ。車から出てて文句言いに行く。こうやってすいません、何がしたいんですかって。しーちゃん全然平気って言って、確かになんか煽られてもなんか、ね、なんかあれでしょ、なんか私はちょっと前っていうか結構前までなんかマリカーと同じだと思ってたから運転って。でもなんか最近違うよっていうのをみんなに教わって、なんかマリカーと一緒だったらさ、その何全然平気だけど、なんかちょっとゲームの感じがするじゃん。ドラレコついてますって書いてあるときもあるよ。あ、そうなんだ。じゃあ何がどういうこと？マジックペンで書くってこと？車のじゃあ後ろのトランクの穴を書いとくね。マジックペンでいいの？ちなみにめっちゃでっかい字でドラレコついてますって。マリカー交通ルールね。ああ確かにそうね。あ、マグネットね。なんだ、麻酔シールがあるんだ。ゲームみたいに運転して触られるかもなって。だってなんかマリカーと一緒ってなんか誰かが言ってたんだもん。なんでベンツか BMW 乗ってたらいいの？なんか特別なの？マリカーと一緒は高速道路にバナナとかして一緒から。え、マジ？バナナ落ちてるの？どこに？ WS ハートありがとうございます。大統領乗ってましたかじゃあ OK。 え、それなんか予定煽られそうやん。それ嘘ってバレて。
にゃんこさん、これ何、いあっちあっち落ち葉、ありがとうございます。横顔見せて、だって横顔好きじゃない。車の免許持ってないよ。でも取ったとしてもスーパー免許なんだっけ、なんだっけ、取ったとしても運転しない人になりそう。高級車乗れば煽られないよ。だってランボルギーニでも。同級生で免許取りに行ってる人いるの？いや私友達そんないないんでわからないんですけど、でも取るって言ってる人はいません。いやペーパーだ、ペーパードライバーになる、なりそう。私防弾ガラスのすごい車なの、なんか煽ってしたらなんかビームとか出してくれる車がいい。そう、私島根出身なんで、島根の友達になんか、島根ではさ車がないとなんか移動が大変なんですよね。とにかくあのバスも1時間30分に1回1時間に1回、電車もまあ30分に1回、まあちょっと下手したら1時間に1回とかなので、車がないと移動できないんですよね島根。島根はみんな一家に3台ぐらいも車持ってそう。ああそれはそうね。なんかやっぱりみんなの話聞いてて思ったんだけど、あの運転したくなくなってきました。免許もうん、親さんの車乗って、親さんの運転ありますよ、ね、って乗ったこと。なんか最初ちょっとなんか大丈夫かなって思ってたけど大丈夫でした。めちゃくちゃうまかった普通に。バイク乗ってみたい。もうこれはね、私は絶対に絶対に絶対に乗りたくないです。そうだからやっぱり私運転じゃなくて私助手席に乗った方がいいかもしれないね。バイクでこけたら終止符、本当だよね、終止符打たれちゃうよね。ジェットコースターもなんとかなんだって。ママバイクは本当に私無理、本当に無理、本当に本当に本当に無理。だってもう私ね、バイク乗ってる人すごいなって思うもん。私なんかもう恐怖で乗れない。うん、でも運転してもかっこいいと思ってくれないんやろなって。うん、いや分からない、だから思うかもしれないよ。だって経験したことないんだもん。自転車乗れる、自転車乗れない、私補助輪なしに何年かかったんだろうっていうぐらい。女の子はヘルメットかぶるのが嫌って怖いのでは。いや、わかんないよ、それは。助手席に寝てそう。え、寝てない。多分ずっとこうやって見てる。お、運転してるね、君。お、運転してるね、って言ってずっと見てるかも。ん？やだ、バイク。え、急に止まれないんだ、バイクって。それめっちゃ怖くない？え、そう。自転車ね、なんか乗れる、今多分乗れない。中学生の時に自転車でチャリ、なんていうの、自転車通い、
自転車通いだから、そうだからあのそれまでに特訓してましたね、補助輪なしの公園、近くの公園に行って、で乗れるようになったんだけど止まっちゃった。多分ね、私は大丈夫って言われるぐらい、チャリも乗ったら、今日ウインクの日だからウインクして、そうずっと運転手見てるの？だって見てるかも、こうやって運転してるね、おすごいすごいってなんかめっちゃ話しかけちゃう、多分めっちゃ話しかけちゃう、どんな気分とか、今どういう感じ、そんな言わないですけどね、わかんない、髪巻いてる、巻いてもらうか、でチャリを乗ってる人なんか両手さ下ろしてチャリ漕いでる人、何あれ、何のために手を下ろしてるの、疲れるんかな、ここに置いとくのが、煽り女子生っていう煽り、確かに煽ってるかも、かっこつけ、かっこつけてるのあれ、なんかカッコつけてるだけだったら絶対やめた方がいい、なんかなんていうの、なんか本当にもう、あめっちゃあこの方が楽だし安定してるわとかって全然いいですよ、カッコつけてるのは絶対やめた方がいい、危ないから、全身コーデ見せて、全身見せれないよ、ちなみにコはこうなってて下は全部スカートでっていう感じです、手を離す意味はないです、意味はないんか、四十肩やる、あ私四十肩上がるよ、ほら今聞いた、私ボキって言うんですよ、ボキって、バランス感覚を鍛えてる、あだったらいい、ウエストが絞られてるのは可愛いだってでしょ、もうならないかな、ならない、なんかいたんですよね、中学校の時にあの普通にチャリで友達と二人で帰ってたら、なんかどうやって手放しで帰る友達いたんですよね、なんかどういう心境でそれやってるんだろう、って私はずっと思ってました、ごめんなさい、なんか聞きたいって、本人に聞きたいって思ったことあるもん、それ何のためにしてるのって、でも聞けないじゃん、なんか聞けなかったんですよね、なんかそんなになんかそこまでして、まあ聞きたかったけどそこまでして聞かなくてもいいかみたいな、ひなこにそうやって聞いてほしくてやってるんで、それやばいじゃん、そんなことない、手を離した方が姿勢が楽、あ漕いでる時紐なんじゃないだって、うん、まあかっこいいって言ってあげれば喜ぶよいやお世辞でも言えない、なんかその人の
なんか後ろとか見たりするんですよ、その手離してるまでこうやってなんかいろんなとこ見たりしてるんですよ。すごくない？本当にすごいよ。手放し運転に静かに引いてるの想像したかそう、私たちもチャリだったから、まあでもそう中1中2の途中ぐらいまでチャリでちゃんと行ってたんですよ、こうやってね友達とね。なんか通り過ぎていくその友達同級生を見て、えみたいな、なんで手離してるん、怖いやん、絶対やめた方がいいよってずっと思ってました。でもやめた方がいいよなんて言えないから、話聞いてる限りすごく常識的な人ですねって初めて言われました、ありがとうございます。惚れてないです、ごめんなさい。いやなんか惚れてないって言ったらちょっとかわいい、なんかそのあれですけど、でも普通に疑問だった、なんか危ないよっていう。危ないよっていう言いたかったよ。ちょっとあんま仲良くないから、仲良くないってくそ、ああそういう話、うん、分かんないね。ぶっちゃけひな子持ってそう。あのですね、これは本当にあった話なんですけど、これはマッチってあのもう本当に命を懸けるほど言えると言っても過言ではないですね。あの本当にモテてないです。はい、さやったんだるまありがとうございます。うん、うん、そう本当に中学の時はモテてないです。はい、過言ではない、久々に聞いたらって、確かに久々に使った。クラスメートだったら好きになる、絶対嘘だよ、絶対好きになんねえ、だって私知らないでしょ。いやでもこんな感じ、本当に私裏とは思ってないですよきっと。いや私はそう思ってる、ないと思って、でも分かんない、人から見たら分かんないけど本当はこのまんまなんですよ。で私今高校生で、高校ではもうすごく陰キャですけど、これはねガチなの、信じてほしい、なんか嘘だとかじゃなくて本当に信じてほしい、本当のこと言うから。高校は陰キャなんですけど、中学の時はめちゃくちゃ陽キャでした。特に中3、中1中2はおとなしかったです。中3はやば、なんかやば、そんなにウェイとかじゃないけど普通に陽キャでした。絶対好きになってないって、だって私すごいよ、なんかもうねえそこの男子うるさい、 いやこんなんではないけど、なんかね、なんで幼稚園から陰キャになった、大人になったんですかね心が。チャラいとかじゃないんですよ、マジマンジとかは言ってないで、私そういうなんかそういう言葉は言ったことないんですよ、マジマンジとか。前髪流してるのとっても似合ってねって、ありがとう。そうなんですよ、クラスのムードメーカー、そして自分で言うものなのかな。でもなんかその体育祭の、そのなんて言うんですか、体育祭のまあ応援団長やってたぐらいですから、多分クラスメートにあの時の私の話を聞いたら本当にうるさかったとかって言うと思うの、申し訳ないですけど。そうイベントとかで張り切る、そう
あとね、マジで授業中とかも、私笑い声うるさくて、隣のクラスの男の先生がなんか怒りに来たことあるんですよ。笑い声がうるさすぎて、私のすごい響いてたらしくて、恥ずかしいよ。そう、立候補した。告白されたことある？今まで生きてきた中ででしょ。それはありますけど、中学校はね、給食でしたよ。そう、笑い声、え、これ結構ガチで、笑い声うるさすぎて、隣のなんかあんまり話したこともないような男の先生になんか急に来て、無言でなんでさ、ちょっと覚えてないけど、なんか言われて、あ、すいませんってなったんですけど、声がでかい、うん、響く。今はインスタとかで告白は、いや、ないですよ、全然。それはどういうこと、インスタで告白って。やだよ、インスタで告白。告白するならね、そんなインスタでね、告白されてもね、余った給食の取り合い、取り合いはないけど、でも牛乳じゃんけんとかよく出てましたね、私。直接がいいですね、私も。告白されるなら、うん、だってね、やだよ。メールは嫌だ、私は嫌かも。だって想像してみて、そう、嫌じゃん。私もでしょ。牛乳好きですね。最近飲んでないけど、体育館の裏に呼び出したい。キャーン。サプライズ告白、なんかその恥ずかしい程度、なんかめっちゃ恥ずかしいことは嫌だけど、なんか例えば街中の、なんか街中のなんか人たちが出てきて踊るみたいなそんなことないか。体育館裏で告白されたことあるよ、だって。え、ガチ？ガチ？好きな人と交通とかしない？交通って何ですか？あ、文通ね。文通って何？私告白したことないかも。したいと思わなくないですか？女の人。いや、でも分かんないです、ごめんなさい、これは私個人のあれですね。手紙のやり取りとかしない、しないしないしない。女友達だったよ、してたよ、授業中にこうやってはいとかしてたけど、そんな感じでしたね。モールス信号。いや、私自分が告白しようと思わないんですよね、私はね。そのうん、だって恥ずかしいじゃんね、恥ずかしいじゃん。
だから男の男性の方がなんかほぼ男性の方から告白する方多いじゃないですか、世の中的に割合的には。なんかすごいすごいなって思います。なんか尊敬、私絶対できない。多分私何もう元から男でも多分できないと思う。私男だったら多分イケメンでしたよね。ちょっと思わない、なんか眉毛の感じとか。男子と映画見に行ったりしてないですね。これはしてないですね。あの男子と映画見に行ってさ、どうするの、何を見るの、うん、分からない。その二人きりに、なんかこれすごい暴露大会みたいになってません？してても言えないよな。だっていや私命かけれる。いやこれさ、命かけれるってすごい、なんか命かけちゃダメだよとか言われるんですけど、私は本当に命をかけれるほどないっていうのをみんなに言いたい。うん、だから命かけれるぐらい本当にないです。だって私こんなにさ、神々の子ですよ。神々の子が命をかけるまで言ってるんですよ。信じてくださいよ。神々の子が命をかけるまで言って、そんなんね、だってこれでさ、本当はイヤ君男の人と二人で言っていけるねってさ、心の中で思いながら、本当に私行ってないんですよって言ってたらさ、死ぬやん。それも死ぬやん。その映画館にね二人でマジで行ったことないです。はい、これはもう神に誓います。じゃあこれは信じてくれないと。本当にないんです。はい、これはもうね信じてもらいたい。だってもうね神の子ですから、死ぬやんもう。だから本当に言ってないんです。じゃあ22で言ったか。はい、言ってないです。これも命かけれます。命をかけちゃいます。もう、うん、いやだから、まあ、聞いてみればいい。それ命かけれる。私ねよく聞いちゃうんですよね、友達に。それ命かけれるってよくないよ。よくないんだけど、えマジって言って、え本当にそれマジって言って、それ命かけれるっていう、これ聞いちゃうんですよ。うん、だからこの人ちょっと本当かな。でもね命かけれるって聞いて、もう全然かけれるよって言って言っときながら嘘ついてる人もいるから、まあそこら辺は気をつけてください。でも私はついてない。だって神々の子なんだもんね。やだな、止まるじゃん。まるじゃん。嘘ついてるの誰か教えて。いやいや分からないですよ。だからみんなも使ってみてくださいっていう話。絶対使っちゃダメだよ。じゃあ、まあ、違う言い方してみたらどう。これ嘘だったらなんとかしてねみたいな感じで。私はよく使っちゃうんですけど、それでうん、だからうん、だから私もえちょっとそれ本当って思ったら命かけるよって聞いてみてください。うん、読める書き
カティ。そうだからみんなも使ってみてください。簡単に命かけちゃいけないよね、本当にそうだよ。でも私はそれほどの自信を持って言えるということです。それ読めない。川豚川豚今日 TikTok 撮ったんですよ。だから載せるね、見てね、見てくれますか。いつ載せようか。見れたら見るわじゃないでしょ。絶対見ます。命かけます。早速使ってるよ。絶対見てね。じゃん。でもね、まだどれ出そうって決めてないから755見てください。755入れてない人は入れてね。それで私をフォローして、私が75あ TikTok 出してよって言ったら見に行ってね。そう、取りだめしたの、せっかくメイクしたから。ということで充電も 5% ということで、下書き披露してやって。披露できないじゃん。13位トッポジさん、ありがとうございます。12位石原ピンポンアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。10位間違えた、11位ショート、ありがとうございます。10位ピンクカメオさん、ありがとうございます。9位クジーラさん、ありがとうございます。8位ムムさん、ありがとうございます。7位プッチーニさん、ありがとうございます。6位ダブルワットマークひなこしさん、ありがとうございます。5位ペロペロチーノさん、ありがとうございます。4位幻さん、ありがとうございます。顔見えてないよ。幻さん、ありがとうございます。虹ありがとう。3位ゆきたん、ありがとうございます。2位にゃこひなこし、にゃこワットマークひなこし無音さん、にゃこさん、ありがとうございます。そして1位は J さんでした。J さんでした。J さん、ありがとうございます。ということで、今日も見に来てくださってありがとうございました。TikTok は755入れてないことは755入れて、私をフォローしといてください。そしたら TikTok あげたって、あげるから見てね。それではまたね、バイバイ。